ビデオテープ僕が小学5年生の時に体験した話です僕は幼い頃から父の影響で心霊や怪談も物が大好きで暇さえあればネットでホラー映画怪談を拝見拝聴していましたでも心霊系が好きではありましたが大のビビリで ホラー映画の驚かしてくる演出とかは何十回同じシーンを見ようがずっと、うわーっと声に出してビビってました。僕のこのリアクションが父、母、姉にはどうやらツボだったようで、姉なんかはわざわざホラー映画の驚かしてくる演出のみを切り取った映像を作って、僕に見せてリアクションを楽しむくらいでした。 ある日、父が仕事の帰りに、近くのレンタルビデオ店から、心霊映像集、みたいなものを5作ほど借りてきました。VHS って、今の時代の子に伝わりますかね ?Nintendo Switch の両脇のコントローラーを外したくらいの大きさで、中にビデオテープ、正確には磁気テープというそうですが、それが入っているものが昔はあったんです。 ビデオ店の名前がデカデカと書いてある袋から VHS5 本を取り出し、よし、見るか、と、なぜか張り切ってる父。すると姉が、お父さん、まだ1本入ってるよ、と言いました。父が、え、そんなはずないぞ。借りてきたシリーズは5までだし、1本100円で、お父さんは500円しか払ってないから5本のはずだ。 不思議そうな顔をしました。母が、前の人が借りた作品が入ってる状態で店員さんが入れちゃったんじゃない。というので、みんなはそれで納得していました。いざ見てみると、ネットで見たことあるものばかり。しかもビビる系のものではなかったので、みんなはちょっと残念そうにしていました。気がつくと深夜一時。 ビデオ5本が見終わり、あとは謎のビデオ1本となりました。父は子供に悪影響を及ぼすやばいものかどうか一旦確認するために自分にしか見えないようにテレビを向け、リモコンを片手に操作していました。父が、うーん、とうなっていて、何かあったのと聞くと、いやー作り物なんだろうけど、 不気味なんだよなと言いました。意味がわからず、僕と姉がそのビデオを見ると、どこかの更衣室のような部屋で、天井からロープを垂らし、首吊りをしている女が、こちらに背を向けてぶら下がる動画が、約5分続いてました。僕も姉も、なんじゃこりゃ、と思わず口にしてしまうほど、 謎に満ち溢れていたビデオでした。父は、返却の時、店員さんに聞いてみるか、と言い、その日は寝ることにしました。家族が寝静まった深夜3時、僕はパッと目を覚ました。自分でもなんで起きたのかわからなくて、また寝ようとして目をつむった時、リビングから光が見えたんです。その光は、 ドアの隙間から出ていて、テレビでも消し忘れたのかなと思い、隙間から部屋を覗くと、姉が一人で、さっきの首吊りのビデオを見ていたんです。姉は5分経ってビデオが止まったら、高速の巻き戻しをして最初から見て、終わったらまた高速の巻き戻しをして、を繰り返していたんです。怖くなった僕はドアを開け、 姉の肩に手を添えて、お姉ちゃん、と言いましたが、姉はテレビから目を離そうとしないのです。お姉ちゃん、お姉ちゃんってばと、何度も呼びかけるうちに、あることに気がついたのです。姉が見ていた首吊りのビデオに映ってる女は、さっきまで背を向けていたのに、どんどんこっちを向こうと、 回っているんです僕は瞬間的に危ないと思い、ダッシュで寝室に戻り、寝ている父に、お父さん、お姉ちゃんが変と叫びました。父が慌てて飛び起きてリビングに向かうと、姉の前に身長180くらいはある長い黒髪の女が立っていて、姉に手を差し伸べていたのです。 父は姉をすごい勢いで引きずり、黒髪の女に、帰れうちの娘に手を出すなと声を荒げて言いました。すると女はすっと消えていき、父はテレビとビデオデッキのコンセントを抜いて、姉を抱えて布団へ戻りました。姉を布団に寝かせた後、父は、疲れちゃったな。母さんに内緒でカップ麺でも食うか。 と、先ほどまでのことが嘘のようにニヤニヤして話してきましたその後父と一つのカップ麺を交互に一口ずつ食べて僕たちは眠りにつきました後日姉に遠回しに昨晩のことについて聞いてみたけど姉は何も覚えていないらしい父はあのビデオテープのことをビデオ店に問いただしたが店員に うちの商品じゃないですし、そもそもお客様に袋をお渡ししたとき、先に何か入ってたように感じなかった。確かにビデオテープは5本のみ入ってましたよ。と言われたそうだ。あれから15年。僕は26歳になり、高校時代から付き合っていた彼女とめでたく結婚。2歳の子供を持つ父親になった。夏には二人目が生まれる予定。 姉も三十を目前にして結婚。まあできちゃったこんなんですけどね。ここまでの人生で大きな後悔はただ一つ。それは、父に孫の顔を見せることができなかったこと。あの女の一件の後、父は交通事故で大型トラックと衝突し、帰らぬ人に。トラック運転手によると、 飛び出してきた黒髪の女を避けて事故に至ったとか。僕はあの女の顔を忘れてはいない。いや、忘れていいはずがない。だって、父の命を奪ったのはあの女だから。